リンチェイサーです。今回はこちら、仮面ライダービルドのデラックスオクトパスライトフルボトルセットとデラックスラビットタンクスパークリング、こちら2つ一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらは先週発売された商品ですね。オクトパスライトフルボトルセット、オクトパスフルボトルとライトフルボトルのセットになります。オクトパスライトフォームに変身。はい、いつも通りのフルボトルとなっていますが、ピンクと黄色でとっても色がはっきりしていてかっこいいんじゃないかなと思います。では早速開けていきましょう。はい、あ、色合いが綺麗。またエグゼイルとは違った感じのピンクですね。はい、ピンクはピンクでもちょっと紫がかったような濃いめのピンクですね。中身の色に至ってはちょっともう口紅っぽい感じの濃い感じの色ですね。はい、中は動きます。はい、いつも通り。ではビルドドライバーにセットして聞いてみましょう。はい、今回はこちら側がピンクでこちら側が黄色ですね。では変身。はい、タコの絵がしっかり写っていて、こちらも結構光ってるようなイメージで面白いフルボトルだなと思います。はい、続いてはこちらラビットタンクスパークリング見ていきましょう。劇中でも出てきました。こちらとってもかっこいいアイテムでしたよね。プルタブを開けると開けた音声も鳴ります。はい、シャカシャカ振ると炭酸音も鳴ります。この目の部分もしっかり光ってとってもかっこいい仕掛けがありますね。ボタン電池が3つ必要になりますが、テスト用の電池が入っているため開けてすぐに遊ぶことができます。はい、では早速開けていきましょう。はい、じゃあ行きます。お、でかー、でかーい。なんか予想より二回りぐらい大きい感じ。すっごい大きい。はい、こちらのラビットタンクスパークリング、こちらは下の部分にセットするボトルの位置がもう元々あるような感じなので、ちょっとこのまま置いておくことはできません。あ、上のプルタブの部分に紙が挟まってましたね。おー、こういう動きになるんだ。はい、そして電池を入れるところがここにあって、絶縁シートがくっついています。これは引っ張るだけなんですけれど、もし電池が弱くなってきた時とかにはこの部分をドライバーで開けてボタン電池3つ入れてあげましょう。音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や LED の反応が悪くなった場合は全て新しい電池に交換してくださいと書かれています。どれか1つではなくて3つすべて新しいものと交換してあげてください。では絶縁シート外していきます。はい、 QR コードはここの部分についていて、そこの部分もこんな感じ。この部分が稼働するみたいです。そしたらこれを上に上げたら立たせることできるかな。いきます。はい、カチッとなりましたね。
そうすると、あ、このままでもバランスよく置ける、あ、よかった。このままグラグラしてたらどうしようと思ったんですけど、はい、ちゃんとこれを上に押し上げることでしっかりと中に入ってこのように立てられますね。はい、ではこれを振ってみます。おお、こんな感じね。振ると一定時間音が鳴るような感じですね。ではプルタブを開けます。あ、プルタブを開けると下の部分が出てくるんだ。なるほど。はい、反応が悪くてちょっと鳴りませんでしたけど、ランダムで当たり音は鳴るそうです。ちょっと何回かやってみましょう。あ、これだ、すごい。普段はこの音なんですね。へえ、面白い。ではこちらをビルドドライバーにセットしていきます。はい、こちらのスロット部分に合わせるようにしてはめていきます。あれ、なんか反応悪いのか、うまくいかない。じゃあもう一回いきます。タイミング悪いですね。もう一回いきます。外すのはそのまま上げて OK。 では始めからいきます。ラビットタンクの方が反応悪い。あ、やった。今回はいい感じだったかな。では必殺技、はい、とってもかっこいい音声と、あと目が光るところがすごくいいなと思うんですけれども、ビルドドライバーとこちらのスパークリングが別々でこう、リンクして音が聞こえるような感じなので、ずれると完全にずれちゃいますね。連動してるわけじゃない時もあるので、これはちょっと反応悪いのに当たっちゃうと私みたいになっちゃうのかな。こちらに入れる時に平行にしっかりとどちらにもカチカチとなるように入れてあげないとうまく反応しないかも。はい、今回はうまくいった。はい、こちらのラビットタンクスパークリング、ちょっとうまく遊ぶためにはコツもいるかもしれないので、いっぱい遊んでうまく使えるようにしていきたいと思います。はい、というわけで今回は仮面ライダービルドのオクトパスライトフルボトルセットとラビットタンクスパークリングを一緒に見てみました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。